皆さんこんにちは。大阪の清風学園という学校で常勤顧問をしています藤浦と申します。今回ピカソプロジェクトの児童文学アワード審査員をさせていただきました。どの作品も本当に面白くて、読んでる私の方がイマジネーションがねすごく湧いてくるような作品ばっかりで、あっという間に数十編を読むことができました。ただですね、どの作品も面白すぎて、さあいざ点をつけようとなった時にどういうふうにつけようかなというふうに、悩みながら審査をさせてもらいました。で、私はですね、産経新聞というところで、30年間新聞記者をやっていました。最後会社辞める前は編集長という仕事もやっていましたので、まあそういう編集長目線で、まあ、児童文学を読むというのもちょっと変わってるんですけども、編集長目線で審査をして、どうしても点数をつけざるを得ないというところもありますので、団長の思いで点をつけさせていただきました。どういう作品が一番イメージが湧くのかなというふうに自分なりにこう想像しながら読んでいたんですけども、これから2回3回4回続いていくアワードと思っていますので、次回はまた別の視点で作品を選んでみたいなというふうに思っております。今回はそんな感じで、皆さんのですね力作に感謝をしながら、公表を終わりたいと思います。ありがとうございました。